どうも、石尾小平口の者です。東京丸全幅が1695ミリなんですけれども、ここちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるスマトラカモシカ、スマトラカモシカを頑張って捕まえたらバッすれば大体一緒です。というわけで、今日紹介するですね、ロッキーのeスマートハイブリッドはですね、ハイブリッド、ストロングハイブリッドのモデルなんですけれども、これパラレル方式、プリウスなんかに使われているような方式ではなく、シリーズハイブリッドという方式を取ってまして、つまり駆動は 100% モーターによるものなんです。パワーユニット見ていきましょう。フロントに搭載のパワーユニットはですね、新開発の 1.2 リットルの3気筒になってます NA エンジンです。ロッキーといえばですね、これまで1リットルターボのみでしたけれども、これは 1.2 リッターの NA、 これにですね、走行用のモーターを組み合わせたものになってます。その出力は 1.2 リットルの NA エンジンが82馬力、そしてモーターは106馬力になってます。強い。そしてトルクはですね、170ニュートン。それでは横見ましょう。サイドに回ってきました。この車のですね、バッテリーはですね、この後席の下に搭載されてます。見てみましょう。シャキーン。リアシートの硬さをトロ、中トロ、オートロで確認。冷凍マグロチェック。お、柔らかめ、中トロです。で、それはいいとして、この床下、ここにですね、リチウムイオンバッテリーが搭載されてるんです。で、同時にこのリアシートもチェックしてみましょう。相変わらず頭上空間余裕がありますし、フロント空間は身長173センチの私がセットした状態で、こんなに広い、足元も広い。そしてリアに回ってきました。全体のフォルムとかですね、ディテールはですね、標準モデルと変わらないんですけれども、部分的に変わる部分があります。それはここ、ででーん、青く輝くハイブリッドの文字。そして後ろ、ついにダイハツのメーカーマークにこの色がやってきました。ブルー。そして左下、ここにもハイブリッドバッジ。そしてこのロッキーですね、都市型の SUV ですけれども、すごく気を使っている部分があります。それは下、最低地上高185ミリと超大きく取られてるんです。えらいね。ロッキー e スマートハイブリッドで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのオミラートライトがあるのかですよね。この車なら静かに舞踏会に行けます。あるのかな、ないのかなって。緊張、この感じ、緊張でね。出た、ライトなし、50点でした。それにしてもロッキーという名前が復活してからですね、ずいぶんですね、垢抜けました。ハイブリッドまで搭載しちゃって、だってね、それまではですね、ロッキー長いこと封印されて風雪に耐えてた感じですよ。もうね、ロッキーなんて名前はね、雨の日に段ボールの中に入って、こうやってニャー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 泣いてたんですから。ずっとよかったね、日の目浴びれて。外観よりもこのインテリアの方がですね、ハイブリッドの差別化大きいです。まずはここ、液晶メーターはハイブリッド専用表示。さまざまな情報を手元のスイッチで切り替え可能です。メインメーターの表示も4種類から選択可能。インパネ全体の造形はですね、ごつくてかっこいいロッキーの世界観を踏襲してますが、注目はここセンター部分、このようにですね、電子パーキングブレーキが採用されてます。さらに注目はここ、このモデル、スマートペダルというものを採用してます。これを押しますと、アクセルのペダル操作一つで加速から減速、かなり強めの減速も使うことができます。ただ停止まではできません。クリープは残っています。そしてこのステアリングのスイッチのここ、このドライブを押しますと、メーター内にエコの表示が出ます。これはですね、ドライブモードを燃費優先のエコモードに可変するのと同時に、S ペダルを使っている間にエコを押しますと、ワンペダルでのドライビングのこの癖がですね、弱まります。さらに、この S ペダルをオフにしてやればですね、一般的なガソリンエンジン車と同じような加減速フィーリングで走ることもできます。ちなみにこの最新の、やばい。車種名忘れちゃった。最新のプリッツにチョコをかけたような。それポッキー。ダスティン・ホフマンが女装した映画。それトッツィだけど誰もわかんないっしょ、それ。ロッキー。ではですね、ここに注目。スマートアシスト用のですね、カメラが一新されて、この新型のステレオカメラを採用したことによってですね、道路の一時停止の標識なんかも読むようになりました。えらいね。さあ、ラゲッジチェックはですね、このライズで行います。ライズにもハイブリッド設定されました。非常にね、軽く開くのはですね、このハッチゲート樹脂製だからです。いいよね。中はね、相変わらず広いですよね。で、これだけの左右幅がしっかりあれば、
体長1メートルのオオアルマジロ、オオアルマジロをもし捕まえても横倒しで詰めます。そしてこのライズと新型ロッキーでは注目はこのシーピラーの内部とですねラゲッジの壁面の内側、ここにですね吸音材が追加されてます。これで静かになったんです。さあ E スマート、静かなのはもちろんなんですけれども、出足想像以上に元気がいい。やっぱり車重軽いの効いてますよね。これね、車重はハイブリッドシステムによって90キロも増えてるんですが、それでもね元が軽いんですよ。ロッキーは元が軽いので90キロ増えてもですね1070キロには収まってます。ですからこのように今ちょっと踏みますけれども、ほらちょこんと踏んだだけですね、体がクンと前に出るような感覚があります。やっぱりねなんだかんだ言ってもですね物理の法則には逆らえないので軽い方がいいに決まってるんです。でこの軽いボディとですねハイブリッドによってですね、なんとこれベースモデルの 1.2 リットルもですね相当燃費良くて 20.7 キロなんですけれども、これは28キロも走るんでした。さすがハイブリッド。さらにですねこれ今音を聞いている視聴者の方も気づいていると思うんですが、結構静かですよね。かなり静かです。それはねモーター車は静かなんですけれども、でも車そのものが静かじゃないと全体としては静かになりません。実はこの車ですね吸音材遮音材を多く増やしてるんですけれども、例えばこのダッシュボードの内側なんかはですね吸音材3層のものにしてるんです。なおこの後席下に積んでいるリチウムイオンの電池なんですけれども、これ容量は 4.3 アンペアアワー程度です。実はですねすごく余裕があるというわけではないんですけれども、逆に言うとこれがあるから重量は軽くなっているし車両価格は安くなっているんです。でなおですねこのバッテリーの容量で走らす領域を超えますと当然エンジンはかかります。踏みますよ、かかります。はい、このようにかかるんですが、無音に近い静かさってことはもちろんないんですけれども、この音なら加速とエンジン音が一致しているので違和感がほとんどないっす。さあスマートペダルの効果ってどんなもんなんでしょうか。ライズのハイブリッドで試します。まずはですね何も使わない状態、自然に加速して自然に減速します。アクセル離した時も割と本当になんか無理に EV 風味を出さずに、これならですねガソリンエンジンとマジで同じ感覚で運転ができます。で続いてスマートペダルをオンにします。これですと離します、足を強めに減速をして、でも0キロにはならないです。はい、最後にスマートペダルを選択した状態でステアリングのスイッチを押してエコモード、これはペダルの反力が、これペダルの効果が少し弱くなるそうですが、踏んでって離す、確かにそうですね、割とね3段階これね効果が結構違います。意味のない多段化ではなくて、意味のないですね3種類の設定ではなく、しっかりこれ使い方によって変えることができそうです。さあこのロッキーのハイブリッドなんですけれども、注目すべきはですねモーターだけではございません。実はですねこれ本体のエンジンも新設計のすげえやつなんです。なんとですね熱効率を最大 40% も確保したんです。これ世界でも最高峰ですよね、この数字で。そのためには秘策がありまして、ツインインジェクターのですねこの霧をですね内壁につかずに、噴霧するような機構を採用しました。またインテークもですね高タンブルポート、つまりですねタンブル渦をですねしっかり発生させるようなポートにしています。またこのようなですね交差点レベルの速度では発動しませんが、コーナリング機能にも追加がされました。CTA という機能が追加されまして、これはですねコーナリング時に内側のブレーキをつまんで曲がりやすくしてくれるんです。いやーいろいろ進化してるねロッキーちゃん。この
車にはまだまだいいところがありますよ。題しましたそれ、ホームランポイント。新しくなったスマートアシストは夜間の歩行者にも対応します。アクロス走破性もちゃんと考えてて、アプローチアングルは20度、そしてリアデパーチャーアングルはなんと32度。すごい。このリアシート広いだけじゃなく、ちゃんとですねリクライニングもついてまして、居心地がいいんですが、シートスライドがないんです。ついてたらよかったな。アウト。静粛性を高めるためにフードの裏に強めのインシュレーターをつけてます。というわけで、いいスマートハイブリッドを搭載したロッキーとライズはですね、もともとのロッキーの良さを十分に生かしたハイブリッドを搭載しても全然軽いボディでクイックな性能を実現した、そしてお値段も軽いという大変美味な車でした。ごちそうさまでした。